朝顔の日記。それでどうした一郎は茶をすすり、その茶碗を持ったままでトールを見た。わからない。トールは片手でそっと膝を打った。方言寺という寺の間に両側が武家屋敷だった。朝になって大量の血の流れた跡があり、それもきれいに掃除されていたし、そのあたりで切り合いがあったことも、怪我人とか、 死体など見たものはないというのだ。大川へ投げ込みでもしたのではないか血だまりは一ところだけで、よそへ動かした様子はなかったそうだ。大東一郎は静かに茶をすすり、しばらく考えをまとめているようだったが、やがて、その小料理屋を当たってみたかと聞いた。もちろん言ってみた。と、トールは答えた。ダイハツのものは何も知らないだろうが、 かごやは現場を見たはずだ。それで聞いてみたけれども、いつも雇い付けのかごやが出払っていたため、辻かごを呼んだということだった。その辻かごは、見つからなかった。その近所のものではなかったかもしれないし、そんな出来事にぶつかったとすれば、仮にゅうを見ていたにしても、かかり合いになるのを恐れて名乗っては出ないと思う。そんなところだろうな。イーチローはそっとうなずいた。 判定の方は言ってみたのか俺は除籍席されているし、学寮へ届けが出ていないとすれば、判定へ戻っていないことは確かだと思う。もっとも、聞こうと思えば聞く方もあるけれど。そうだな。学寮へ届けが出てないとすると、判定へ問い合わせることはないだろう。まだお話ですかそう声をかけられて振り向くと、縁側のところに服が、 大きな手かごを下げて立っていた。木綿の細かい柄の浴衣に、くすんだような地味な色の帯を締め、タスキをかけていた。午前を持ってきましたの。服は言った。お兄様もお食事よ。もう少し話がある。と、いいちろうが言った。杉浦も一緒でいいだろう。それは持ってお帰り。せっかく支度をしたんですもの。こちらで召し上がっていただきますわ。 いい出すと、この奴だ。どうぞ、お話を続けてください。私、勝手で支度をしていますから。服はトールに微笑みかけ、手かごを下げて、裏口の方へ回った。ここは内藤家の離れで、元隠居所だったという。お母屋に接してはいるが別胸で、炊事のできる勝手がついているし、その外にすぐ井戸があった。 その手紙に即死のようだったと書いてあり、現場に多量な血が流れていたとすれば、俺は大川へ投げ込んだものだと思うがね。と、いいちが言った。それなら死体が上がるはずだ。海へ出てしまったとも考えられるだろう。先頭に聞いてみたんだ。と、トールが言った。これは当てにならないかもしれないが、洪水でもない限り、あのあたりで投げ込まれた死体が、海まで持って行かれることはない。 見投げでも同じことだが、人間の死体は必ずと言っていいほど元の場所へ浮き上がると言っていたよ。怪談話のようだな。イチローは茶番号を置いた。しかし、川筋で働いている者が言うのだから、ことによるとそういうものかもしれないな。とすると、あとはどうする吉岡、清流組の三人を探し出すと言っている。清流組だという証拠はあるか 翔平子の学生だとすれば、その他にはないだろう。証拠はないんだな。俺が一度、学寮で見た、水谷さんの部屋で、土屋マンゴロが興奮して何かわめいていたし、出てきた時にも何か威嚇するようなことを言っていたんだ。それだけでは証拠にはならないな。と、イ郎チローは首を振った。たとえ土屋がやったとしても、否認されればそれっきりだ。それはまずいよ。 吉岡、泥を吐かせると言っていた。珍しく本気に思い詰めているようだし、おそらく事実を突き止めるんじゃないかと思う。任せておくんだな。イ郎チローは静かに言った。俺も一頃は水谷さんに参っていた。いつか言ったと思うが、あの人は学生たちばかりでなく、学問上の教官にさえ一目を置かれている。確かに、あの人は学問もあるし、才能も非凡だが、それは物を作り上げたり、 積み重ねたりするものではない。あの人は自分の知識を現実長老に使っているだけだ。極端な言い方をすれば、清流組なんかの方があの人より、ある点で世の中の役に立っているよ。うん。いつかそう言っていたことを覚えている。トールは陰気な口ぶりで答えた。しかし、それはこうじゃないか内藤は一時水谷さんに心服し、 だが、水谷さんがそういう人だと気づいて離れた。それがもし内藤にとっていいことだったなら、清流組も世の中の役に立つという意味で、内藤のために役立っていいのではないか我々はどんなものからも学び取ることができるし、学び取らなければならないだろう。善と悪とが対立して初めて、善というものが認められるんだ。善悪の差を認めることはいいが、悪を裁いたり、 検索したりすることは不必要ではないか場合によるんだよ。悪ならむしろ悪でいいんだ。と、イいちろが穏やかに言った。悪よりも人を毒するのは自分では現実に何もせず世の中や人間の努力を長老することだ。水谷さんはそういうものを長老したことはないがね。いや、あの人は自分の博学多式をさえ長老している。あの人の歩いたのは 自ら滅亡する道だよ。そして、もうよそ、と、苦笑しながら調子を変えていった。それで、吉岡から知らせが来たらどうする出かけて行くつもりなのか恩義があるからね。水谷さんに対する恩義なら他に返す方があるだろう。勝手の方で服が、おほん、と気取った席をした。そういうことは、吉岡に任せておけよ。 杉浦には杉浦の道がある。そんな折衝沙汰には関わらないことだな。イ,イチ一郎は立ち上がって縁側へ行って空を見上げて。今日も晴れそうだな。と言った。イ,イチ一郎が去るとまもなく福が食前を運んできた。初湯を温めたのよ。服は全立てをしながら。 いつもの通り休みなしに話しかけた。火種を持ってきてかまどでちょっと空を燃やしたらすぐに温まったというのである。こっちには小鍋や食器が一通り揃っているので自炊をするつもりならできるのだが、服が世話をするというし、通るも慣れていないので、帰宿して以来ずっと食事は賄ってもらうことにしていた。おかずが少なくてごめんなさい。 これも万旅の言葉であった。亡き助左衛門が不慮に死んでから、内藤家の勝手は苦しくなるばかりだった。助左衛門は官状奉行所に勤めていたし、薬料とも三千石余りの淵であったが、人情による変死で八百石に削られた上、家督をした一郎はーは拳切りになった。三千億取っていても実習はもっと少ないし、それだけの格式や、 付き合いの入費などで、家計はそれほど楽ではなかった。内藤家はその中でも内服な方だったようだが、いきなり八百国まで削減されてはたまらない。家父の野中老夫妻は別として、家臣家僕の多くに暇をやり、一郎の母や福が勝手をまかなう、ということになってしまった。助左衛門を切った相手は今でもわかっていない。 人情の原因も偉人の居留地問題らしいというだけで、はっきりしたことは不明のままであった。父が何を考えているか俺は知らない、と、イーチローは前から言っていた。俺が洋楽に一生をかけると知ってから、俺の邪魔をしないようにと、勤めの関係や政治問題について話しかけるようなことはない。その点で、俺は不幸な子だと思う。 父の返死について、イ,イチローはあまりこだわっていないようだ。口では少なくとも、世の中がこんなありさまだからね、と諦めたように言っているが、それが本心かどうかは、トールにも検討はつかなかった。私ね、教授に座るとすぐ、服は秘密を明かすように、トールの目を熱心に見つめながら、囁ささき声でこう言った。私ね、 おひそが少し曲がってんのよ。トールは瞬きをして服を見た。本当なのよと服は言った。鼻のところからずっとこういうふうに線を引いてみるでしょう。私、おもしをつけて糸を垂らしてみたの。そうするとね、胸のところからお腹の下。あら嫌だ、恥ずかしい。服は動かしていた手をやめ、慌ててその手で顔を隠した。 トールも眩しいような感じになった。鼻から胸、胸から腹部へと、彼女の手が動いていくにつれて、若いにおやかな肌の膨らみや丸みが見えるように思えたからである。おかしな人だな。と、トールは箸を取っていった。へそは体の正中線にあるんです。それが曲がったところにあるなんて。ほんとそれが本当なのよ 服は言った。押さえていた手を離すと、彼女の顔が赤く染まっていた。糸を垂らすでしょそうするとへそが、どうしても糸から右の方へ寄ってしまうのよ。へそが正位置から外れているなどということはありえない。そんなことは絶対にないのだ。トールはそう言おうとしたが、服の真面目な表情を見ると、 せっかく信じているものを壊すように感じられて、口には出せなかった。服は十七になっても子供だってよく言われるでしょトールに給仕をしながら、服はいつものように楽しそうに続けた。自分ではそんなことはないと思うのよ。体だって、いつかお母様と一緒に風呂へ入った時、お母様が服の体を見て、随分綺麗な体ねっておっしゃったわ。それから、 あなたはおさんが軽いでしょって。トールは不審そうな目をした。ここでわかるんですって。服は両手で腰の周りを撫でてみせた。トールはドギマギして白ワンの方へ目を向けた。ほんとよ腰周りの大きさでわかるんですって。と服は言った。お母様は腰が細いので、おさんはいつも重かったっておっしゃったわ。服は自分では大きいとは思わないのよ。 でも、お母様は、服は着汗がするのだっておっしゃったわ。はい。飯をよそるために盆を差し出しながら、服は唇を固く引き締め、よそった茶碗を渡しながら、トールに笑いかけた。ご飯をよそうときには、口を聞いてはいけないんですって。雪やソヨがいなくなってから、服はいろいろなことを覚えたのよ。今、ちゃんと黙ってよそったでしょ。 おひその方はどうしたのあらいやだ。服は持っていた盆で顔を隠したが、すぐにそれを膝の上へ下ろしていった。つまりね、服は子供らしく見えるかもしれないけれど、そんなに子供じゃないってことなのよ。書き物だって普通の人の読むものは間違いなく読めるし、習字だって一緒に稽古している人たちより上手だと褒められる。下女が少なくなってからは、 母に教えられて煮たきをするが、三度に一度くらいは母がびっくりするほどうまくやれる。洗濯もするし、縫い物ではもう袴も縫える。お針は袴が縫えれば一人前なのだ。それからね、私今、そろばんを習ってるのよ。と、福は言った。一家のお勝手をうまく切り回すには、どうしてもそろばんができなければいけないんですって。それだって、 人より覚えが早いって言われてよ。要するに精神的にも肉体的にも自分はもう立派な大人なのである。それをいつまでも子供だって言われるのはおへそが曲がっているためじゃないかと思うの。どうしてだってどこかおかしな人のことをへそ曲がりって言うでしょそれはちょっと違う。と言いかけて、トールは思わず失笑し、飯粒は喉にかえて、 激しく咳込んだ。服は驚いて飛び上がり、トールの脇へ行って、その背中を撫れたり、叩いたりした。大丈夫、もういい。トールは服の手を押し返し、返しを出して、まだ咳込みながら顔を拭った。いつもこうなのよ、と服は言った。何かするとすぐに失敗して、人に迷惑をかけるのよ。ごめんなさい。そうじゃない。 ソトールは首を振り、返しで口の周りを拭きながら言った。あなたが悪いんじゃありません。今言ったへそ曲がりっていうのは、本当にへそが曲がってるんじゃなく、意固地なものとか、ひねくれた人間のことを言うんですよ。では服のように、本当に、おひその曲がっているものは、もっとひどいのね。もう、その話はよしましょう。へそが曲がっているなんて、あなたの勘違いですよ。いや、 彼は箸を持った手を横に振って、服が何か言おうとするのを遮った。今度またよく見てごらんなさいよ。きっとあなたの間違いだから。しかし今はもうその話はよしにしましょう。お怒りになったの怒りやしませんが、またむせると困りますからね。服は小さな肩をすくめて恥ずかしそうに笑った。食事の後茶を出して禅を片付けに立った服は、 片手を背に隠したまま来て、トールの脇へ座り、眩しそうに目を伏せた。何ですと、トールが聞いた。服はまた顔を赤くした。読んでいただきたいものがあるのよ。と、服が言った。でもまた、杉浦様がむせるといけないと思って。そうむやみにむせやしません。何の本です本じゃないの。服はまだ。 片手を後ろに隠していた。私の日記よ。トールは飲みかけていた茶碗を口のところで止めた。杉浦様がうちへいらしてからのことを書いたのよ。お世辞なんか使わないで、正直にあなたのことを書いたの。なんと、また。服が見た通り、感じた通り書いたの。私、こういうものを書くのが好きなのよ。そして、はい。 というふうに、一つ釣りの冊子を差し出した。それはちょっと怖いな。大丈夫よ。服は杉浦様にお手んが甘いんですもの。お世辞を使わずにですかトールは受け取って、そう言いながら表紙を見た。自分で閉じたのだろう。現時校の呪文のある藍色の表紙に、朝顔の日記と書いた台線が貼ってあり、藤士千賀氏と署名してあった。 これは、あなたの名ですかそんなの。こういうものを書くときには、いつもその名を使うのよ。福っていう名。私、大嫌いなんです。どうしてですだって、平石の八尾様の飼っていらっしゃる猫が、福っていう名なんですもの。可愛いからでしょ私は可愛くて、いかにも、あなたらしい名だと思いますがね。あら、猫と同じでも 猫の名は後からつけたんでしょうあの方は服に当てつけたんだと思うの。服は考え深そうに表情を引き締めた。岡本の三木様がそう言ったのよ。服屋、服屋って呼ぶと、私がおっぽを振ってくるようでいい気持ちだって、ヤオがそう言ったって言うのよ。トールは微笑しながら言った。そういうことは本人の口から聞くまでは信じてはいけませんね。 杉浦様は、いい方ね。服は、目を細くした。服がいけませんでした。人の言うことをそのまま信じて、お友達を悪く思ったりしてはいけないのよ。お母様からもよく言われていたのに、私、悪い子でしたわ。さあさあ、そんなに大げさに考えるほどのことじゃない。わかればいいんですよ。私、それ、読んでいただくのが怖くなりました。 逆になりましたね。トールは笑って日記を差し出した。持って行きますかいいわ。服は唇を引き締めた。一度決心したんですもの。読んでいただきますわ。その代わり、お気に入らないところや、服の間違っているところがあっても、お怒りにならないで。服が後片付けをして去ってからも、トールはしばらくの間そっと微笑しながら座っていた。 温かで、たっぷりとした、豊かな感情で、全身を包まれたような気持ちであった。おかしな娘だ。と、彼はつぶやいた。しかし、なんというかわいい娘だろう。服と話した後はいつもこうだ。どんなに不愉快な思いをした時でも、服と話した後は心が落ち着き、汚れをさっぱり、洗い落としたようにすがすがしくなり、温かな。 優しい気分に浸されるのであった。やがて彼は持っている朝顔の日記を送ってみた。第一ページには去年の四月の日付があり、今日から杉浦様が隠居所に移って来られたという意味のことがかなり巧みな画文体で書いてあった。杉浦様は背が高く、おもながれ、ね。 創発がよく似合う。声は深みがあって静かだし、話し方に特徴がある。何か言うとき、一度心の中で言ってみてから、初めて口に出すというように聞こえる。それは用心深いというよりも、話し相手の気持ちを傷つけまいとする優しい心遣いのように思える。これは同性していらっしゃるためだろうが、自分にはかえって、時々ではあるが、 それがじれったく感じられるくらいだ。トールはそこまで読んで自分の顔が赤くなるのを感じた。辛辣だな。と彼はつぶやいた。いつこんなところを見ていたのだろう。だがその次にはもっと驚くようなことが書いてあった。トール自身は覚えていないが内藤にはすべてを打ち明けているので。 たぶん、二人だけの時に話しているのを聞いたのだろうが、ふさのなほのことが記してあった。ただ、聞いただけではわからないが、杉浦様には心に思う人がいるようだ。名は、ふさのなほ。年上の方らしく、江戸へ出てきて、どこかの制約所に身を寄せていらっしゃるとのことだ。杉浦様は、その方と行く末を誓ったのに、 その方は杉浦様に連れなく会うのも嫌がるということであるが、おそらくその方は杉浦様を愛してはいないのだと思う。もし少しでも愛していれば、どんな事情があろうとも会わずにはいられないはずだからである。これだけは女同士の気持ちだから自分にはよくわかる。トールは日記を膝の上へ下ろした。 なほが自分を愛していないという観察はともかく、服がなほの存在を知っており、そんなに関心を持っているという点に、トールは驚いたのである。彼は日記を膝の上に置いたまま、どこを見るともなく空間へ目をやった。やっぱりそうだ。トールは初めて服に会った時、彼女がふさのなほに似ていると思った。 だが、どこにも似たところはなかった。服を初めから自分に懐いていい。帰りがけに送ってきて、廊下で大胆に、というよりは無邪気に寄り添い、また来てくれるかと問いかけた。庭の大きな鳥かごの中に、市場の白鷺がいて、彼女がそれを救った話をした。自分は、心を惹かれたのだ。 なほに似ていたのではない。服に愛を感じたのだ。もしも人間の心に愛の占める部分があるとすれば、なほの占めていた部分に服が入ってきたのだ。なほに、もう会いに来ないでくれ、と言われたとき、自分はそれほど深く傷つかなかった。あの後、安方伝八郎に金を届けるため、 月に一度は訪れたし、ナホとも会った。強いて面会を避けようとはしなかったが、会うと言っても、ほんの立ち話をするくらいで、ナホは少しも落ち着かず、子供たちに呼ばれるとすぐに去った。だんだんと、ナホが自分から遠くなっていく。そう思いながら、それほど寂しいとか、悲しいなどという感じはしなかった。 服に対する感情が知らぬ間に心の内部で広がっていた。それでナホを失うことがそれほど重大ではなくなったのだ。服がこういう日記を書くようになったのも自分の気持ちが自然と伝わったのではないか。はじめは少女らしい好奇心、または単純な好意だったものが娘の敏感な心をこちらへ引き寄せた。 そういうことではないだろうか、と、トールは思った。彼は強く、唇を噛んだ。それが事実だとすると、俺はひどい、無責任な人間だということになるぞ。俺はナホに、変わらない愛を誓った。その後、ナホがどう言おうと、会うことを避けたとしても、一度誓ったことは消えはしない。 自分が守ってやらなければ、ナホの一生は不幸になってしまう。不縁になった体であり、実家へは帰れない。このまま置けば、ナホは生涯、あの施薬所で暮らさなければならないかもしれないのだ。服もまた同様である。俺は感動された人間だし、一生をかけてものになるかどうか、検討のつかない学問を持っている。現在も、 たけえデグエコに行って、わずかな謝礼でようやく食っている。将来もおそらく、この状態から抜け出ることは容易ではあるまい。なおならば、貧しい生活にも耐えられるだろうが、世間の波風を知らない服を、そういう生活に引き入れることはかわいそうだ。トールはそこまで考えて目を開き、庭の方へ振り向いた。母屋の庭と仕切ってある、 低い金目餅の生け垣が朝の日光を吸って濃い鮮明な緑の色を振りまいていた。そう思い過ごすな、と彼は自分に言った。服の本当の気持ちかどうかまだわかってはいないじゃないか。その日、出稽古から帰って、トールはまた服の日記を読んだ。 吉岡一蔵からは何の知らせもなかった。一蔵はどうしても元海の下手人を探すと言っていたし、探し出したら恨みを晴らすとも言った。杉浦さんだってあの人には随分世話になったはずだ。こんなことになった以上、まさか手をつかねてはいられないでしょう。トールははっきり返事ができなかった。彼の頭は 重力の問題でいっぱいだった。計算することのできないほど遠距離にある天体が互いに作用し合って運行している。その力が何によって生じ、何によって保持されているか。もっと根本的には、この宇宙全体がどんな風にして形成され、どんな風に変化していくか。これらの中で人間の存在が どういう意味があり、将来どんな運命をたどるのか、そういう問題に比べると、元海に限らず、人間一人の生死などは、今、彼にとって、重大には考えられないのであった。どうするんですと、一蔵は無気になっていった。歩きはないんですかトールは、自分が現在、 どんな身の上であるかを語り、そういういとまのないことを正直に言った。一蔵は憤然としたらしいが、それでもとにかく納得し、相手が分かったら知らせる、と言って別れた。それから五日たち、今日初めて死祭を内藤に語った。一郎は吉岡に任せておけ、と言い、自分でもそのつもりでいるが、 元海から受けた恩義の大きさを考えると、一層から知らせがあれば傍観はできない、と思うのであった。伊一郎はじめ、平石雷三郎、松浦忠孝、川上和助の四人は、番所長所に入ることができ、去年の二月からそちらへ通っていた。徹はもちろん志願しなかった。学費は元海に出すと言われたけれども、彼は、 重力の問題に専念したかったし、幸い内藤がドイツ語、松浦がフランス語を専攻しているため、必要な場合には彼らから教えを受けることができるので、番所長書聴取の方は断念したのであった。内藤家で集まることも今では月に二度くらいになった。今年になってから、トールは松浦から、 デカルトの認識論の概略を聞き、内藤からはドイツ哲学の略史を聞いた。もちろん、トールはこれから多くのものを学び、観察力や思考力の枠が広がることを知ったけれども、今、最も通説に感じているのは、数学をものにする必要がある、ということであった。しかも、それが何よりの苦手だ。正直なところ、 彼は数学をやる気持ちになれない。ふわし万里も強く書いている通り、重力の問題は数理を離れては解明できないようだ。それはよくわかっているのだが、いつか数学に興味を持つ時が来るまで、彼は彼自身のやり方で問題にぶっつかるよりしようがないと思っていた。逃げ工場ではないんだ。 努力することを避けるための逃げ工場ではない。今はこうするよりしようがないのだ。と、彼は思っていた。あら、まだ明かりもつけていらっしゃらないのね。岩崎で服の声がした。あらあら、帰りもたかずに蚊に食われてしまうでしょう、そんなに勉強なすっては、お体に毒だわ。トールは、読んでいた日記を隠した。 そのあくる日、トールがデレコに行く支度をしていると、服が来て、客だ、と告げた。そんな時刻に来るようなものはないので、吉岡一蔵だな、と思った。名は言いませんでしたかおっしゃらないのよ、と、服が言った。学問所の馬場で待っているから、すぐ来てもらいたい、っていうなり、帰ってしまいましたやっぱり一蔵だ、と、トールは思った。 学問所の馬場。おそらく土屋マンゴロを捕まえたのであろう。ことによると決闘でもするつもりかもしれない。そう思ったが、服にはできるだけ悟られないように微笑してみせた。日記を読んでますよ。と彼は言った。随分細かいことまで見られていたんだな。わざとじゃないのよ。ついそうなってしまったの。服ははにかみ笑いをした。 もう、みんな、お読みになってまだ、半分以上も、残ってるようですね。失礼なところはなかったかしら失礼といえば、みんな失礼ですよ。あんな風に知らない間に、人のことを書くなんてね。しかし、自分ではわからない欠点がわかるから。私は、ありがたく思います。それだけと言って、服は彼の顔を見つめた。彼は、まばたきをした。それだけとは 服は眩しそうに目をそらしながら、子供っぽくかぶりを振り、何でもないのよ。と言って、玄関の方へ去った。書物や筆記の包みを持ち、刀を刺して玄関へ出ると、服がセッターを揃えていた。行ってらっしゃいませ。と、服が言った。お早く帰っていらしてね。トールは微笑しながら頷いた。初めに行く先は、 上の池の旗の板倉邸であった。板倉家の若い家臣たち五人に、来期の抗議をしていたが、内藤家の門を出て、ちょっと迷った。関わらない方がいい、と彼はつぶやいた。水谷さんも、その方を好まれるだろう。そう思いながら、それでも自然と、足は聖道の方へ向いていた。土屋万五郎たちとやり合っている一蔵の姿が、 目の先に見えるようで、それを見るふりをする気には、どうしても慣れなかったのである。時刻が早いので、登校する学生の姿もなく、名ばかりのきながら、七月下旬の朝の空気は、肌にひんやりと感じられた。湯島町の坂を上がり、聖堂の裏を通って行くと、馬場へ出る。芝を植えた低い土手の外に柵を回し、聖門のかに、 馬入れのきどがあり、そこに若い学生が二人立っていた。彼らは例ののじ合いをする格好で、稽古着に袴、汗止めをし、片手にけんを持っていた。一人が近づいてきたトールを認めて、きたぞ、と言い、もう一人が振り向いた。そして二人は左右に分かれて、トールのために道を開け、トールがきどを入ると、まるで、 逃げ口を塞ぐかのように、後ろから黙ってついてきた。ああ、来たな、と、向こうから呼びかけた。勇ましいぞ、杉浦。こっちだ。見ると、土屋マンゴロウであった。トールは、ちょっと息を止めた。土屋の中に七人、皆、のじあいの格好で立っている。 彼らが清流組の連中だということはすぐに分かったが、吉岡一造の姿は見えなかった。もう、決闘は済んだのか。そう思って辺りを見回した。けれども、それらしい様子はどこにもなかった。何を探しているんだと、父親が言った。それでも来るはずになっていたのが。あなでも欲しいらしいな。伊原九之進という青年が、 そう言って、ケラケラと笑った。それが、伊原ラ・キュという頭の悪い男であり、他に、青木、吉本、野原と、三人の男だけは、学問所で顔を知っていた。味方がいるかと思ってるんだろう見覚えのない青年が、伊原に続いていい、みんなでバカ笑いをした。それは感情を伴わない、凶暴な、獣のような笑いであった。 トールは気持ちを押し沈めた。私を呼んだのは誰です俺さ、と土屋が答えた。俺と言っても土屋個人じゃない。ここにいるみんな、いや、清流組全体が呼んだんだ。どういうようですかそれは意外な質問だな。散らばっくれるのさ。青木平馬という青年がいい。またみんなが笑った。トールは黙って、 土屋の顔を見守ってい土屋はみんなの馬鹿笑いを抑えるよう、彼らに向かって片手を上げた。矢はそっちにあるんだろう。と、土屋が言った。私は呼ばれたから来たんだ。と、トールは答えた。土屋はじろっとトールを見、上唇を噛んで首をひねりながら、三散歩を行ったり来たりした。わざとじらしているのか、それとも、 何かわからないことがあるのか、どちらとも判別のできない動作だった。しかし、土屋はふと立ち止まって、トールを伺う,うように見た。その目は三白眼になり、表情はこわばった。水谷元美を、と土屋は言った。誰が来たが、知りたいんじゃないのかトールはゆっくりと反問した。水谷さんが、 切られたのかうまいじゃないか。イハラが言った。うまいとぼけ方だ。こいつ、相当なタヌギだぞ。ふざけてるだけさ。と、別の青年が言った。俺たちを、愚物だと見くびって、ふざけてるんだ。あの、高慢なつらを見ろよ。そして、わざとらしく、地面へつばを吐いた。みんな少し黙ってろ。と、土屋ばい,い、トールに微笑んで見せた。 水曜らは、水谷元海が切られたこと知らないのか知らないな。本当に知らないのか返事はしたよ。と、トールは言った。土屋はまた、上唇を噛み、地面を見ながら、トールの前を行ったり来たりした。他の青年たちは黙って、しかし、何かやりたくって体がむずむずする。といったような顔つきで、二人の様子を眺めていた。 土屋は足を止めてトールを見た。水谷元海は切られた。と土屋は言った。本所の石原菓子でね、聞くところによると辻斬りだそうだ。トールは黙っていた。土屋はさらに続けた。例によって飲み歩いて酔っ払っているところをやられたんだそうだ。腕の立つ人だったというがね、いくら腕が達者でも。 酔っていては役に立たなかったんだろう。もちろん大切なのは精神だがね。土屋は考え深そうに自分に頷いてからまた言った。あの人の精神がまともで侍の本文というものを知っていたら、たとえ酔っていたところで辻斬りなどにはやられなかったろう。水谷元海という人は辻斬りに会わなくとも、 いつかは非号に死ぬ人だったよ。私は知らないね。トールは静かに言った。私は半則を覗かれて屋敷から出たし、昌平校も退学してしまった。水谷さんに呼ばれて時たま会うだけで、何か返事があったということも聞かないが、どうして土屋はそんなに詳しく知っているんだ。何、ちょっと聞いたまでさ。土屋の耳に入るくらいなら、 世間でも騒ぎそうなものじゃないか。侍が一人辻斬りにやられたとすれば、もっと世間の噂になると思うがね。わからないなあ。と、父親が言った。あの人の身分は複雑らしいから、外分を恐れて中村藩の者が死体を隠したのかもしれない。中村藩の者でなくとも、あの人にゆかりのある人間がね。すると、ルは、 ごくさりげなく聞いた。つまり、水谷さんは、切られただけではなく、死んでしまったというのか。聞いたところではね。とどめは刺さなかったが、相当な重傷だということだったよ。トールは、かい呼吸をし、左手に抱えた包みを揺り上げながら言った。知らせてくれてありがとう。それでよくわかった。どうするんだ。帰るんだ。私は出稽古をしているんだね。 急ぐなよ。と、土屋は前へ回った。杉浦は、俺たちを疑っているんだろう。考えたこともない。私には関係のないことだよ。水谷元遠には世話になったんだろう。それとこれは別だ。と、トールは答えた。辻斬りに会われたのは悲しいが、下手人を探すのは役人の役だ。俺の知ったことじゃないというのか。恐ろしく不人情な話じゃないが。 ゲリ知らずさ。と、野原拓馬が言った。侍の風上にも置けないというのは、こういう男なんだ。一つ、章をつけてやるか。と、井原が言って、持っている木剣を振った。ひゅっと、木剣の空を切る音がし、みんなの顔に、殺気のようなものが現れた。トールは、彼らを眺め回した。相手になってはいけない。 胸を締め付けられるような、激しい怒りの衝動を、彼は懸命に抑えながら、土屋の脇を通って、木戸の方へ歩き出した。待てよ、そいそぐな。と、土屋が言った。まだ話は済んじゃいないぜ。土屋の言葉より早く、はじめ、木戸のところにいた二人が、トールを追い越して、木戸の口へ立ちふさがった。トールは足を止めて振り返った。 それがいい。俺たちは、杉浦のご機嫌な顔を見るために集まったわけじゃないんだ。と、土屋が言った。今聞くと、出稽古で、火を取りをしているそうだが、我々はそんなことをしている時ではないだろう。食いぶちぐらいはどうにかするから、セリフ見え、入らないか入りたくないな。トールは、穏やかに答えた。自分で志した勉強があるし、それに、私なんぞが入ったって。 役に立ちはしないよ。役に立つ立た,たぬは、いざという時になってみなければ別かりはしないさ。こっちは、同志に加わってもらいたいんだよ。トールは、土屋と、周りにいる学生たちを見た。同志に加われというのは口実で、明らかに、喧嘩を売るつもりのようだ。野原拓馬の平べったい顔に、無知な、獣めいた笑いが浮かんでいて、それがトールを、ゾッとさせた。 失敬かもしれないが、トールがそう言いかけると、青木平馬が追っかぶせて、失敬だな、と言った。こっちが加盟を申し入れているのに、断るとしたら失敬だ。それはうまくないぞ、杉浦。まずいな、ひどくまずい。と、他の一人が言った。清流組は失敬なことをされて、黙っているような腰抜けじゃないからな。 私は、湿気かもしれないがと断った。トールは、なお、穏やかに言った。清流組には、清流組の目的があるように、私にも、私の目的がある。そんな時代じゃないだろう。と、質屋が言った。逆とどもが朝廷を担いで、王政復古などと騒ぎ出し、それがバガ者や食い詰め浪人たちに広がって、天下は乱れに乱れている。徳川家の六をはみ、 十代の恩を忘れないなら、今こそ立って、この壮乗に当たるべきだ。個人の目的や生活などは許されない。あらゆる者が自信を投げ打って、幕府のために戦うべき時だ。これが我々の当面する唯一の大義であり、この道を避ける人間は逆途に等しいと思う。それは清流組の理論だ。トールはまだ穏やかに言った。確かに、 それは一面の正論だろう。しかし世の中は一面の正論だけで成り立つものではない。例えば、一軒の家にしても、柱もあれば、壁も屋根も天井もある。柱だけ立て並べても、俺は家の話などしていやしない。例えばというのだ。ごまかすなと、土屋が叫んだ。貴様が反石を覗かれたにせよ、先祖代々、幕府から受けた恩義は消えやしないぞ。 その恩義に報いるために清流組へ加盟するか、加盟を拒んで恩義にツアーをかけるか、返答は二つのうち一つだ。田舎王か、それだけを聞こう。トールは三つほど深い呼吸をし、騒ぎ立つ心を沈めてから言った。私は自分のやり方で役に立つつもりだ。帰らせてもらう。嫌だと言うんだな。土屋がギラッと目を光らせた。水谷元海を、 それで切られたんだぞ。その時、土手の上へ、一蔵が飛び上がった。柵の内側の、芝を植えた低い土手の影に、いつか来て、身を潜めていたのだろう。吉岡一蔵は、身軽に土手の上へ飛び上がると、声をかけながら飛び降りて、こっちへ来た。杉浦さん、迷惑をかけましたね。と、一蔵は、 陽気な声で言った。どうしても、あなたの手が借りたかったんです。私のなんですってこの先生たちに、泥を履かせるためです。と、一蔵がいい。トールは、土屋の方を見た。何しろ、私一人では。と、一蔵は続けた。モンドウよりも、喧嘩になる方が先ですからね。おかげで、助かりましたよ。何か見つけたのかね 土屋が呼びかけた。人の腰巾着でうまい汁を吸っていたように、今度も立ち聞きで何かかぎ出せたのかそう、固くなるなよ。一層はニヤッと笑った。人の腰巾着になるのも馬鹿じゃできない。人殺しの下手人をはっきりさせるのも同じことだ。おみさんのためなら、俺は立ち聞きぐらい喜んでするさ。おい、土屋。 おめえまさか、今言ったことを取り消すほど卑怯者じゃねえだろうな。俺が今何を言ったちゃ、ちゃっちゃ。ちょ一蔵は眉をしかめ、下打ちをしながら手の先だけを横に振った。そらはまずいよ。と、一蔵は言った。さっきその辺で言ったやつの口真似をするようだが、そいつはまずいぞ、土屋。何しろ、俺一人じゃない。 水浦さんも聞いたし、おめえの仲間も聞いたろう。水谷元遠も、そのために切ったとね。切ったとは言わぬ。切られたと言ったのだ。どうしてわかった噂で聞いただけだ。誰の口からだ一層の声は冷たくなった。辻斬りにあったとか、とどめは刺していなかったとか、詳しいことをよく知ってるじゃないか。俺は、 まあ、聞けよ。と、一蔵は、遮って続けた。実は俺も、杉浦さんと一緒に、石原菓子を丹念に聞き回った。しかし、多量な血の跡があった、という以外には、現場の人間でさえ、何一つ知ってはいなかった。何一つもだ。それなのに、どうして噂が広まる俺が知るものか。おいおい。 貴様だって、侍の面目ぐらい心得てるだろう。一度てめえの口から吐いた泥を、また飲み込むような汚え真似は寄せよ。見ているこっちで、胸が悪くなるぜ。吉岡さん、と、トールが言いかけた。いや、大丈夫です。一層は土屋を見たままで、トールに首を振った。私も、乱暴なことは嫌いです。あなたはまあ、 黙って見ていてください。この先生たちから事実を聞くだけですから。本当でしょうね。トールが念を押した。ここで彼らに仕返しをしても、水谷さんは決して喜ばれませんよ。それは彼ら次第です。と、一蔵は答えた。こいつらの後ろには幕府の権力がついている。たとえ訴え出たところで、揉み消されるのがせいぜいでしょう。私は、 仕返しをするつもりなどはないが、ことのけじめだけは、はっきりさせたいんです。おい、土屋。と、一蔵は振り返って言った。男らしく、はっきり言え。水谷さんを切ったとき、見ていたものがあるんだ。貴様一人ではない。しては三人だったそうだ。やった奴は、貴様の他に二人。 そいつも、ここにいるはずだ。面倒だよ、土屋さん。と、青木平馬が言った。こんな人間に、勝手な熱を上げさせることはない。はっきり言ってやったらいいでしょう。三人の中の、一人は俺だ。と、いやら旧都心が言った。土屋さんと、俺と青木と出会った。これではっきりしたろう。青木というのは、おめえだな。 一層は平魔を見て微笑し、土屋と伊原に目を走らせてから、後ろへ二歩下がった。いかにも、これではっきりした。と、彼は言った。そこで、俺から注文をつける。その三人に、責任を取ってもらおう。土屋が、間を置いて反問した。どう責任を取るおめえたちは、水谷さんを闇討ちにした。 するだけの理由があったからだ。そいつは、貴様の理屈さ。と、一蔵は言った。今、杉浦に言っているのを聞いたが、貴様たちは自分の考えていることが大義だと思ってる。俺は人の腰巾着になるような人間だから、理屈っぽいことは大嫌いだしわかりもしねえ。だが、その時が来れば、平時だって現時だって滅びるんだ。それは、 一人や二人の力でできるものでもなし、人間の力で防げるものでもねえ。貴様たち、頭の悪い愚物どもは、一発大義の何のと偉そうなことを言うが、本心は、淵を離れるのが怖いだけさ。幕府とか恩義とか、綺麗なような口を聞くが、突き詰めたところ安穏な暮らしを壊されたくねえ。今のまんま、伝来の淵にしがみついて、 買い殺しになっていてえというこったろう。一蔵は歯を見せて笑った。言ってみれば、小磁器が橋のたもとにしがみつこうとするようなもんだ。ただ、それだけのために、水谷さんを切ったんだぞ。一蔵は木綿島のとえに平ぐけをしめただけで、腰には脇差しもさしていない。これで、切り合いになったらどうするのだ、と、トールは思った。 生流組の方も、のじあいの格好だから、いずれも無腰だが、勃剣を持っていたし、トールに対しても、はじめから挑発的で、打ちかかる機会を狙っていたようだ。止めなければならない。一蔵に、それ以上、何か言わせては危ない、と思ったので、トールは、両者の間へ割って入った。もう、それまでにしましょう。と、トールは一蔵に言った。もう、死災ははっきりしたんです。 あとのことは、起き手に任せましょう。どいてろよ、杉浦。と、土屋が言った。そいつは少しばかり剣術を習ったんで伸ばせてるんだ。邪魔をせずに、そっちで見ていろ。しかし、吉岡さんは無腰だ。何、持ってるさ。一蔵は、懐へ手を入れ、トールを押しのけて、右へ開いた。懐から出した手には、くすんごぶが光っていた。 吉岡さん、いけない。さあ、始めよう。と、一艘は右へ回りながら、陽気な口ぶりで言った。水谷さんを切ったようにやってみろ。三人とも、逃がさねえぞ。トールは止めようとしたが、声が出なかったし、動くこともできなかった。恐怖ではない。一艘の気持ちは、否定しがたいものだと感じたのだ。一艘は、 水谷元海の恨みを晴らそうためにそうするのではなく、彼自身がそうせずにはいられないのである。元海が生きていたら、そういうことは決して喜ばないだろう。一蔵もそれは知っているはずだ。それでもなお、彼はやらずにはいられないのだ。闘争はすぐに終わった。ほとんど呼吸七つほどの間に、 一蔵は三人を打ち倒した。クスンゴブは使わなかった。それは彼らの注意を引きつけるだけが目的だったらしい。青木兵馬が飛びかかると、一蔵の手からクスンゴブが飛んだ。ギラッとした光が青木の面上へ糸を引くように見え、青木が身を縮めて避ける途端、一蔵がその脇をすり抜けた。ただ、すり抜けただけのように見えたが、 青木は転倒し、一蔵の手には、墓剣が握られていた。か、か、と二度、墓剣の打ち合う音がし、その間に、骨の砕ける音が聞こえた。一蔵は、左へ右へと、三度ほど、敏章に動いただけであるが、墓剣をどうさばいたかは、目に止まらなかった。土屋が倒れ、井原が倒れ、青木が倒れた。 他の学生たちは少し離れたまま、傍然とこのありさまを見ていた。おい、貴様たち。一うは彼らに勃券を向けていった。誰でもいい。やる気のある奴は出てこい。誰か、出るやつはないか彼らは黙って、じりじりと後ろへ下がった。杉浦さん。と、一うは振り向いていった。 嫌なところを見せてすいませんでしたね。行きましょう。しかし、このまま行くわけにはいかないでしょう。トールは倒れている三人を見た。土屋は失神したらしい。頭から流れ出る血が顔の半分を染め、そこから地面へこぼれ落ちていた。宝キは右腕をぶち折られたと見え、不自然によじれた腕を左手で押さえながら。 地面に顔を伏せて埋めいていた。伊原は腰骨でも砕かれたのか、仰向けになって埋めきながら両足を縮め、手で左の腰を掴んでいた。兄、あいつらがどうかしますよ。と、一蔵は言った。三人とも命は大丈夫です。片輪にはなるかもしれないが死にはしません。さあ、ここを出ましょう。一蔵は軌道のところで振り返り、 学生たちが三人の方へ集まるのを認めると、持っていた墓剣を放り出した。担当を置いていっていいんですかフル道具屋で買ったもんです。と、一蔵は笑って手を振った。これで少しは気持ちが収まりましたよ。このままで済むと思いますか学長のところへ寄って事情を話してゆくつもりです。と、一蔵は言った。彼らは、 水谷さんを切ったと白状しました。その点をはっきり学長に言っておきましょう。おそらく表沙汰にはできないと思います。トールは気落ちのしたような顔で何を見るともなく空を見上げた。いや、ここで別れましょう。一蔵は渦見門のところでそう言いながら立ち止まった。今があったら横浜へ来てください。